やりますかね。今日の草刈り正雄スタイルです。マガジングインテックスの4メートル直径のプール、はい、車出れないじゃん。そう、だ車出れなくないって思ったんよね。よく測んないで買ったな、4メートルを。まあ、入るだろみたいな。いや、入ったけど。涼しい。あ、2個、2個いいじゃん。お、手やってる、手やってる。エリー、君はプールに向いてなかったね。うわー、セミバク。まだ生きてるかな。これやばい、なんかモヤモヤモヤってなってるよ。この屋根の厚さ。おはよう、ハルピン。おはよう。あーつー。暑いね。いやー、やりますかね。今日の草刈り正雄スタイルです。やばいですね。バカチングバカチングおはようございます。おはようございます。暑すぎる。暑い。38度らしいです今日も。はい、もう体温超えなんですよね。あ、セミ来た。うわ、どこ。あそこに止まってる。虫で一番セミ嫌いなんですよ。毒ないよ。毒ないんだけど、子供の時はモテたんだけどさ。あ、ほんと？うん、だからその感覚を覚えてて、うん、こうやってさ、掴んだらさ、この中でさ、もうブーって鳴くじゃん。あの振動がもう思い出したら気持ち悪いのと、あと、セミってさ、うん、なんかセミってさ、あの飛び方がむやみじゃない。わかる。わかる、決まってないよね。そう、なんでそんな意味のわかんない飛び方すんのっていう飛び方したりするから。うん、そこに止まったね、木。あの木のとこ。うん、ちょっとなんかスッカスカじゃん。かわいそう。なんか全部がね、なんか嫌なんですよね。短い命ですね。まあね。はい、ということで、はい、最近この辺りももう毎日猛暑でやばいよね。やばすぎて、うん、ついにハルピンがあるものに手を出しました。はい、今日はちょっとそれを開封と撮影していってみようと思います。はい、ハルピンの買ってしまったもの、何ですか？発表します。これ、うん、重たい。これすごいですね。インテックスの4メートル直径のプール、はい、でっか。イージーセットプールを購入いたしました。はい、買っちゃったんですか？買っちゃいました、プール。そう、しかも、うん、結構深いやつ探してて、うん、この深さが85センチあるし、あ、水が66まで入るってことだ。そうかも、この上まで。はいはい。で、いろいろ調べたんですけど、これが一番深かったのと、うん、え、7290リットル。そう、一番でかかったのと、その割にお値段が1万円ちょっとだったっていうのが決め手です。やば、お風呂の何倍な、え、風呂の30倍ぐらい入る。そんなに。こうやってやりたいんだよ。てか4メートルって入る、ここに。いけんの？でかすぎない？でも4メートルが良くない？ちょっと大丈夫ですかね。大丈夫です。はい、ということで、このハルピンが買ったプールを、はい、今日はやってみるんだよね。そう。じゃあとりあえず開けてみる。はい。重そう、うん、重そう。何キロあんの？わからない。はぁ、じゃん。これ説明書で、英語バージョンと英語じゃないバージョン、いろんな国の言葉バージョンが入ってます。日本語あるんか。日本語あります。あ、日本語あった。あとはこういう、これをしないでくださいねっていうなんか注意の。へぇ、すごい。あ、空気入れんのか。空気はこの縁があるんですけど、はいはい、この縁だけに空気を入れて、あとはお水を入れていけば立ち上がっていくらしいです。なのですごい簡単なんで、イージーセットプールっていうのって、おー、うん、とりあえずちょっとやってみる、はい、広げてみる。うん、あと一応これも買っといた。なんすか？ジアラスター EX 消毒剤です。あ、塩素的な。そう、なんか小石とか砂利とかで穴が開いたりするらしくて、こういうシートを敷くといいんだって。固めんのかな、最後。でかい。おー。
いよこれ。でもでっかい方が良かったでしょ。いやいいけどさ、車出れないじゃん。そうだ、車出れなくないって思ったんよね。え、こっちとかでやった方がいいんじゃないの。デコボコじゃないですか。デコボコではありますけど、ここでやった方がいいんじゃないですか。そうしようか。うん、暑い暑い、もうプールが暑くなってる。ほんと、え、ここだったらさ、常設できちゃう。うん、暑い、はい、はい、あ、ぴったりじゃん。わーい、水もさ、うん、もったいないからさ、取っとけるね。まあでも蓋があればね。蓋は1日で来るよ、頼めば。 あと10日間とかその薬入れると持つらしいんだけど、 あとはその浄化ポンプも別売りであった。セットでついてたこの帽子みたいな黒い蓋で浄化ポンプのとこの穴を塞ぎます。あ、ぴったり。おお。お、出てきた。見て、カタツムリの殻。そういうのいっぱいいるよね。うん、楽しいよね。できた。あ、いいじゃん。なるほどね。これで、あ、それが浄化ポンプが入れるんだ。そう、なんかこういう四角い水を循環してきれいにしてくれるポンプが別売りで出てて、こことここになんかすごいね、こうやって水をきれいにするんだっていう。そうすると水を入れ替えずにずっと置いておける、朝から入れる。すごいじゃん。もうそしたらプール付きの家じゃん。よかった、アメリカだ。あ、嬉しい。あ、早い、入ってきたよ。使わなかった薪を持って帰ってきてるとこんな感じになってしまって。持っていけよって話だよね。ついに荷物がパツンパツンになるとさ、現地で買おうってなって、うん、今日はね、うん、2個目にもデビューさせますから。あ、ライフジャケット着て、いいね。メリーがぼーっとするか、うん、こうやってやるか、どっちだと思う。え、多分泳ぐと思うよ、びっくりして。一応、うん、私こうなってると思うんだけど。え、空気ここだけ？そう、あと水入れるだけ。え、立ち上がるの？そう思うじゃん、うん、何を調べてもとは水を入れれば、そうなんだ、原理的にだんだん立ち上がっていくんです。へえ、すごくない？不思議じゃない？不思議。本当は横も入んないと変だけどね、なんかね。そう、でもこれは入るやつじゃないから。うん、そうだよね。そう、これはその本当簡単じゃん。インテックスのさ、四角いプールとかは、うん、このポールを通してポールで支えてとかで、うん、結構立てるのに大変って言ってて、なんでこれが安くて、四角いプールで4メートルだと2万円近くするの。高い、ね、高い。いや、やばい、日差しがやばいって。絶対気持ちいいじゃん。やばい。太郎ちゃん泳げないのに。泳げないも何もないだろ、このサイズで。いい感じ。すごい膨らんできました。タヌキでかいぞこれ。だって泳ぎたいんだもん。4メートルって最大？最大。なんか結構ね、インテックスのプールで50センチぐらいの深さが多くて、うん、これがすごい大人もたっぷり楽しめる。よく測んないで買ったな、4メートルを。まあ、入るだろ、みたいな。いや、入ったけど。え、みんな呼べるね。確かに。近所の人。どういう原理で立ち上がるんだろう、これは。不思議だな。ね。え、じゃあ、あとはもうほっとけばいいんだって、はまるまで。じゃあもう水入れちゃう？うん。もうちょい。届いた？届いた。はい。え、これ、溜まるのにどんぐらい時間かかるの？3時間。あ？3時間。おーい。えー、おーい。そうそうそう、置いときな。うわー、もう入っていい。いや、いいけど、下暑い。うん。うわ、ちょうどいい。すごい冷たくもない。うわ、やばい。ちょうどいい温度だね、これ水が。うん、すごい冷たかったらさ、どうしようと思ったけど、これ、もうちょっと広げた方がいいかな。あ、ほらほら、全然。また？うん。うわぁ、だいぶシワなくなって。うん。でかい。でかい。海外の庭みたいじゃない？ちょっと置いとこう。はい。
はい、ちょっと待ってる間に草むしりをしたいと思います。使ってないんですけど、裏に畑があってすごいやば、雑草がすごいことになってしまいまして、こうたまにやったりしてんだけどね、やってる、こうなっちゃうんですよね。もう3回ぐらい草むしりした、うん、ちょっともう長いからさ、ウィーンで切ってさ、うん、で拾っちゃおうか。隣の畑はすごい綺麗にしてうちだけ汚い。すいません、なんか景観を汚してじゃあやりましょうか。はい、水分補給しよう、うん、気温39度、っていうか日向になってきちゃった、ここも。はい、39度です。もうやばい、行ってみるか。電気バージョン、これ便利だね。めっちゃ綺麗になりました。刈られた。すごい。まあまあ、またすぐ伸びるんですけど、うん、まあこの夏もう一回だね、多分ね、うん。とりあえずじゃあちょっとどのぐらい溜まったか見に行きますか。はい。この汗、やばいよ。やばい。プールどうですか。おは。おお、すごい、ああ立ち上がってきてる、立ち上がってるね、すげえ不思議、なんでここに空気が入ってないのに立ち上がってくるんだろう。このまま行けばピョンってなるね。すごい量の水だ。水道いくらかかるのこれごめんなさい。いやー、涼しそう。これ入ったら2個目にも喜ぶよ。手つけてみる。あ、ちょうどいい、ちょうどいい、激爪でもない、冷たすぎず、うん、あ、早く入りたい、もうちょいだね、うん、でもすごいね、今1時間44分、もうすぐ2時間、まあそんなもんか、うん、もうあと1時間だね。はい、はい、3時間経ちました。水止めました。すごい、え、なんかさ、うん、形が歪んでる、 いびつじゃない？やっぱり平らじゃないとそうなるんだよ。ああ、ここの芝の段差っていうよりは多分全体的にこっちに寄ってるっていうかね。難しいよ。もうちょい溜める？まだ入る？もうちょい入るよね。うん、こっちもまだ入る？もうちょっと入れとくか。よいしょ。はい、日陰で気温 36.8 度。もうやばい、猛暑や。楽しみ。え、もう入れるよ、だから入りたい。入ろうか。じゃあちょっと濡れてもいい服着てくるわ。俺も。よし、よし、行っていいぞ。あ、行ってくる。うん、ここに寄ってないか。あ、いいとこあんじゃん。うん、お、ちょうどいい冷たさ。しゃがめる？しゃがんでいい？うん、うわうわうわ、やばい、帽子やめた方がいいんじゃない？帽子、帽子取った方がいいじゃないと。あ、涼しい。え、何その笑い方。え、帽子大丈夫じゃない？あ、そう、あ、涼しい、うわ、冷たくない、冷たくないよね、すごい、冷たくないよ、気持ちいい、気持ちいい、ちょっと、え、どうする、どうする、これ冷たい、なんか本当にプールっていうか、うん、
水風呂じゃないですか、ただの水風呂、でっかい水風呂。あ、これは涼しいね。こうやって使ってたら37度でもいけるもん。やばいよ、これ背泳ぎもできる。平泳ぎもいける。でもなんか雨もみたい。はあ、お疲れお疲れ。お疲れ。何これ、サイダー。おや。顔がお山の開運、お山熊。飲んだら開運、お山熊サイダー。お疲れ。お疲れ。うん。うま。あ、うま。ラムネみたい。完全にもう小学生の夏休み。でもやりたかったんだよね、田舎暮らしして。お庭のある暮らしをしたら、うん、大きいプールに入るっていう。よし、ちょっとじゃあ2個目で入れてあげる。2個目でさん初めてのプール体験ね。ワンちゃん用のライフジャケットを買ったんで、それをつけて、はい、だから溺れることはないからね。ないです、うん、連れてくる、うん、両方一緒の人だよね。そうだよ。いいや、やり方分かった。うん、どうよ、ここでこうやってほらガイドリードリードしてあげられるのね。そう、持ってで離してみたいな。よいしょ、いいじゃん。ちょっと順番にしようか、順番に。どう、ニコ固まった固まった。入って、はい、うわどうですか、いけそう。初めての着水です。どうよ、どう、どう、お水、土に困ってる。どう、じゃ一応2個か。2個は一応2個。あ、2個、2個いいじゃん。お、お、手やって、手やってる。うわ、2個泳いでんじゃない。行ってみ。お、いいじゃん、いいじゃん。あ、2個いい、ね、ちょっと待って。あ、いいや、2個。お、2個泳いでる。あ、いいよ、いいよ、2個、2個浮かしてあげてね。うん、お、動いてる動いてる自分で。ほら、あー、いいや、すごい。じゃ目はどうなの。目、はい、泳がない。泳げ、泳いでよ。何もしない。離したら沈んじゃうか。もうついてない、ついてない、ついてない、うん、そのまんまいける。メリー、ほら、こうやって。あ、そうそうそう、メーターが上がった。あ、動いた動いた。嫌なのか、ちょっとずつ慣れようね。メリー、どうしたもんだろう。怖いか、ちょっとずつ慣れようか。涼しいよ。そんな人いますか。わかんないんだよね。一回じゃあチャレンジしてみよう。うん、2個はもう泳げるよ。何が入ってる。うわ、すごいじゃん、ゆくん。こっち行こう、2個、2個こっち、こっち、おいでおいでおいで。よしよし、お、2個いっちゃう、涼しそう。寝ます。寝ます。寝てんの、メリー。寝ちゃいます。よし、おいで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 。お、早い早い、すごいじゃん。早い早い、よしよし。目はもうお昼寝するそうです。よしよいで、よしよいで、よしよいで、早い早い、すごい、早い、よし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 メリー、君はプールに向いてなかったね。もう中入ろっか、お疲れ。もう泳がせないから大丈夫だよ。涼しくなったね、じゃあ。いや、楽しかったね。楽しかった。ちょっと水抜きますよ。もう、まあ、だってもう夕方になっちゃうから。あっという間だったね。ちょっとどんな感じになるのかな。ここにあるんだよね。そう、あれ、こ、これか。行ってみますよ。お願いします。いけんのか。え、あと中にも線があるんで。中の線はどうやってやるの。ビッて普
通なのよく浮き輪とかになってるようなブリッて。あ、来た。うわぁ。あ、でもこうやって流れていくから。流れております、こんな感じ。あ、でも程よい量だね。うん。あ、そういうことか、ここね、線があるのか。うん。私の夏休みは終わったんだ。最後入るなら今で。入る。え、じゃあ抜くのも 2,3 時間かかるんかね。このペースだともっとかかるな。シシソンソン。うん、ゴロ。ほら。ハルピンの手動並みのプール。そんな揺れる？揺れる揺れる、酔う酔う。うわぁ。ということで我が家の夏休みでした。はい。まあなんとか使えてよかったわ。よかった。でもこれ多分結構水道代かかるからたまにですね、これで遊ぶのは。蓋して、うん、消毒剤入れて10日間ぐらい持つらしいんですよ。それで置いとくか、浄化ポンプを設置してお水を常にきれいにして使うっていう、お子さんがいるお家とか毎日入れるようにっていう風にしてる方が多いみたいです。なるほどね。あ、また晴れてきた。すぐ乾いちゃったよ。だってね、全然水は垂れないね。今日はそんな Vlog でございました。はい。なんかちょっとね、この間のキャンプもそうだったんだけど、うん、ちょっと暑すぎて、うん、なかなかこう近場のキャンプ場行くのもしんどい感じだから、またキャンプの動画、旅の動画出しますので、ぜひぜひチャンネル登録の方もしていただけたら嬉しいです。よろしくどうぞ。はい。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなり。さよなり。斉藤でした。ありがとうございました。くー、ありがとうございました。頭がすぐ熱くなる。うわー、日光やば。さ、ビール飲もう。ビールじゃ。